はい、どうも、白熊先生です。僕はですね、普段教育界で働いていて、子供たちに勉強を教えてるわけなんですけども、このチャンネルはですね、そんな僕が気になるニュースについて解説考察していこうというチャンネルとなっております。今回取り上げたいニュースは何かっていうと、俳優の西田敏行さんがですね、お亡くなりになりましたよね。で、まあ、その件に関してですね、まあ、いろんな芸能人の方がですね、まあ、悲しみのコメントを SNS 上に上げたりとかしています。で、そんな中でなんですけども、なんとですね、松本人志さんの SNS にですね、いろんなですね、いわゆるその擁護派とか、まあ、その辺の人たちが集まってですね、大きなですね、混乱を今招いていることが分かりました。まあ、今回はですね、一体ですね、どんな暴走をしてですね、松本さんのですね、SNS にですね、そういった人物たちが突撃しているのか、そこでですね、発言しているですね、身勝手な発言内容だったりとか、そしてですね、そこから見えてくるものについて話していこうかなというふうに思っております。まずなんですけども、10月の17日にですね、西田敏行さんがですね、世田谷区の自宅で倒れているのが見つかって、そして、まあ、亡くなっているということが分かりました。で、まあ、76歳というですね、年齢だったわけなんですけども、このニュースですね、かなりね、ショッキングでしたよね。という何かっていうと、まあ、西田さんですね、近年ですね、体の調子はですね、確かにそこまでいい感じでもなかったらしいんですけども、まあ、しっかりとですね、仕事をなされていてですね、普通にですね、まあ、その前後も仕事があったらしいんですよね。まあ、当日、その亡くなった日もですね、仕事があったんですけども、まあ、なかなか西田さんが来ないということで、まあ、言ってみたら、会社の人間が迎えに行ったらですね、まあ、お亡くなりになっていたっていう感じらしいんですよね。だから本当にですね、急な話と言いますか、はい、周りの人も西田さん自身もびっくりしたんじゃないかなというふうに思います。で、一応ですね、症状として何かっていうと、なんか心臓のですね、血管が細くなってしまうみたいな、そういった症状が出る病気らしいんですね。で、それが出るとですね、時にですね、まあ、これも場合にもよるらしいんですけども、突然死するっていうパターンもあるらしくてですね、まあ、おそらく西田さんはそのパターンだったんじゃないかなっていうことがですね、まあ、予想されます。で、まあ、西田さんがですね、亡くなった結果、何が起きたかっていうと、西田さんと親交があった芸能人の方々がですね、SNS をですね、いろいろ更新したわけなんですよね。まあ、例えばなんですけども、ドクター X で共演していたですね、米倉涼子さんをですね、西田さん突然の警報に接し、言葉もありませんとかね、こんな感じで書いたりとか、あとはですね、その声優の山ちゃんですね、はい、山寺宏一さんか、とかもですね、西田さんとのエピソードをですね、結構長文で語ったりだったりとかですね、まあ、いろいろとですね、芸能人に語っていることが、方がですね、ちょこちょこいたっていう感じですね。まあ、実際ですね、こう芸能人の方って、こういうことがあった時にですね、SNS に何か発信するタイプの人と、まあ、一切発信しないタイプの人とか、まあ、いろいろいますよね。まあ、それはですね、各々考え方とかもあっていいと思うわけなんですけども、まあね、そんなのいちいちですね、SNS に載せる必要ないじゃないかっていう人もいればですね、いやいや、こういうことはきちんと載せてファンの人に見せてあげた方がいいよとかですね、まあ、いろんな言葉がね、ありますよね。うん。まあ、実際問題、なんか芸能人の人とはですね、そういうのを求められる側でもあったりとかしますもんね。まあ、例えばなんですけども、母の日とか父の日とかあったりするじゃないですか。ああいう時にですね、よく女性のタレントさんとかがですね、今日は母の日です、お母さん産んでくれてありがとう、お母さんからこうこうこうしてもらったことは忘れませんとかですね、まあ、そういう感謝の気持ちをですね、SNS に書いたりするんですよね。そうするとですね、世間の人の中にはですね、ああ、誰々ちゃん、本当にね、お母さんと仲いいんだね、お母さんにちゃんとね、そういうふうにね、お礼を言えて、すごいと、ね、これからもお母さんと仲良くしてね、みたいなですね、そういう好意的なコメントがある一方ですね、いやいやと、別に母の日にお母さんに感謝を伝えるにしても、自分で LINE とかで伝えればいいじゃん、みたいな。なんでわざわざ SNS にそれを載せる必要があるんだいみたいな、まあ、そういった意見もあったりとかして、まあ、だからやっぱり芸能人のですね、こういった何かしらのですよ、ニュースとかに関してのコメントをね、SNS にわざわざ残すっていうのは、まあ、割とですね、まあ、賛否両論あるのが、まあ、事実なのかなっていうふうに僕としては思います。はい。でですね、じゃあそんな中なんですけども、松本人志さんですよ。で、松本さんとですね、西田さんっていうのはやはりこれ関係が深いですよね。と何かっていうと、やはりこれは探偵ナイトスクープですよ。探偵ナイトスクープというのはですね、関西の方で放送されてるお化け番組ですね、超人気番組ですね。僕もですね、これ毎週必ず見てます。今これ TVer とかでね、見れますんでね。はい。ちっちゃい時からね、ずっと見てました。で、これの、いわゆるですね、二代目局長はですね、西田敏行さんなんですよね。まあ、西田さんってですね、めちゃくちゃ涙もろくてですね、いわゆるその、探偵ナイトスクープって結構感動会がちょこちょこあったりするんですけども、その時にですね、普通にですね、もうワンワン泣くくらいね、泣くっていうですね、まあ、そういう涙もろいところがね、結構印象的でしたよね。で、まあ、西田さんが二代目を辞めて、その後に就いたのが、三代目での松本人志さんなわけなんですよね。これね、2019年かな？はい。からですね、バトンタッチという形で松本さんに変わりました。はい。でですね、まあ、そんな感じでですね、松本さんと西田さんっていうのはですね、まあ、少なからずこういうつながりがあるわけなんですよね。でですよ、ここからがですね、皆さん本題なんですけども、なんとですね、皆さんこれ何が起きたかというと、その松本さんのファンがですね、その松本さんのですね、SNS に突撃してですね、いわゆる西田さんに何かコメントをした方がいいですよってですね、なんかすげえですね、大きなお世話をですね、しだしたわけなんですよね。うん。
まあ、実際問題は松本さんって、8月くらいかな、からですね、一切ですね、SNS 更新してないんですよね。と何かっていうと、松本さんはですね、裁判に中、その裁判にですね、まあ、集中するためかですね、SNS の更新をやめました。で、それからしばらくしてですね、6月か7月くらいかな、段階でですね、SNS を再開するということを発表したわけなんですよね。で、しかもですね、当然の権利やし、みたいな感じで、ちょっとね、挑発的なですね、コメントを出しながらですね、再開しました。はい。で、再開したはいいんですけども、それからですね、1ヶ月くらいはですね、結構頻繁にですね、いろいろコメントを出していたんですけども、なぜかですね、8月の最初あたりからですね、全くですね、まあ、更新が止まってしまったわけなんですよね。で、その後ですね、現在もう3ヶ月近く経つんですけども、一切更新してないっていう状況です。まあ、一応一説にはですね、8月の14日に文春さんの弁論準備手続きがあって、まあ、それが延期するっていう流れになったわけなんですけども、まあ、結局ですね、新しい弁論準備手続きが現在11月の11日に決定していて、まあ、かつですね、なんで延期してしまったかっていうと、松本さんと文春さん側でですね、いわゆるその和解交渉があったというね、事実がはっきりしているわけなんですよね。だから、もしかしてですけども、その8月あたりからすでに和解交渉に入りそうだったから、まあ、SNS の更新を1回やめたとか、まあ、それが影響があるのかもしれません。まあ、わかりませんけどね。でですね、まあ、何にせよ松本さんはですね、8月からですね、パタリとですね、SNS の更新をやめたわけなんですよね。そしたらですね、そこにですね、いわゆるその松本さんのファンでしょうね。はい。まあ、結構ね、僕もね、コメント見たんですけども、松本さんに対して、なんていうのかな、こう、すごくその悪い感情を持ってるっていう感じの文章ではないんですよ。だから、どっちかっていうとね、なんていうのか、大きなお世話と言いますか、はい。なんか、うざったいと言いますか、まあ、そういった連中がですね、松本さんの X に大集合してですね、松本さん、早く西田敏行さんに何かコメントを、みたいな感じですね、すごいなんか言ってるんですよ。で、実際ですね、じゃあどういったコメントがあるのか、何個かね、紹介していこうと思います。ですね、例えばですね、この辺行きましょうか。松本さんは、これか、ちょっと待って、違いますね、ごめんなさい、ちょっと待ってください。これですね、これがやりましょう。はい。いきますね。マッツン、西田さんのお葬式、イキヤ、ナイトスクープ譲ってもらった恩忘れたらあかん、しっかりと大先輩の最後を見届けてあげてや、とかですね。はい。うぜーっていうね。うぜーっていうね。マッツンっていうね。まあ、ちなみにこのマッツンって何かっていうと、松本さんがですね、小学生の時とかに浜田さんとか、まあ、周囲の人間から呼ばれていたあだ名ですね。はい。ねえ、お前は誰なんだっていうね、何様なんだっていう感じですよね。西田さんのお葬式、行きやーっていうね。ナイトスクープ譲ってもらった恩を忘れたらあかんっていうね。はい。もう大きなお世話だって話ですよね。はい。いや、だって松本さんは松本さんで、おそらく西田さんがお亡くなりになったことをしっかり悲しんでらっしゃると思うし、それに別にこんなさ、ね、そのファンかなんか知らんけどね、SNS で忠告されなくても、松本さんはおそらくお葬式だったりとか、つまり芸能人だけ行くようなやつとか、なんか絶対行くと僕は思いますけどね。もしくはその関係者と連絡を取ったりだったりとかね。はい。まあ何かしら絶対してると思うので、そんなね、なんかファンかなんか知らんけど、こんな余計なこと言わなくていいよねっていう感じですよね。はい。他にはこんなこともありますね。西田さんがお亡くなりになりましたね。煽りとかではなく、何かコメントを出されてはいかがですか？とかですね。うるせえっていうね。ね。あともう一個行きましょうか。もう一個ね。松本人志さんは、初代局長、上岡龍太郎さんの時にポストしていた、実際にお会いしたこともあり、笑顔で引き継ぎしてくださった二代目局長、西田敏行さんに、まっちゃん、局長は何か言いたいことがあるはず、とかですね。はい。つまり、その西田さんに松本さんは何か言いたいことがあるはずだ、とかですね。はい。うるさいですね。てか、これ言われて、松本さんって嬉しいんですかね？どうなんですよね。松本さんこれ言われて、ありがとう、ファンのみんな、そう言ってもらえると、俺も嬉しいよ、っていう風に、松本さんなるんですかね。いや、僕絶対松本さんのことだから、うざ、なんじゃこいつらっていう風になると思うんですよ。で、まあ、さっきのコメント読んで通りですね。別にその松本さんのアンチだったりとか、松本さんを傷つけるためにやってるとかではみんなないんですよね。だからそれがね、余計ね、なんかネットの怖いところっていうか、本当の意味で善意でやってるんですよ。彼らは本当の意味で、ね、本当の意味で松本さんに、さあ松本さん、西田さんご亡くなりになったんだ。松本さん、西田さんからね、いろいろ世話になってるでしょ。ほら、松本さん、何黙ってるの？何か言わないとダメだよっていうですね。そういう風に、本気で善意でやってるんですよ。悪意とかゼロでやってるんですよ。はい。だから、こう、なんて言うんですかね。なんか、悪意なき、悪意が一番ね、立ちが悪いと言いますか。なんか、そういう感じがすごいしますよね。で、これね、なんか見てて僕思ったのが、そのね、東野幸治さんがなんか話してたエピソード、滑らない話で話してたエピソードを僕思い出しまして、それ何かっていうとですね、
その、東野幸治さんがですね、新幹線に乗ったらしいんですよ。で、どうやらですね、同じ新幹線に、そのね、さんまさんが乗ってるってことをね、後々、あ、そのすでに知っていたらしいんですね。だから、まあ、新幹線が動いてね、しばらくした後に、まあ、どっかのタイミングでですね、挨拶には行こうって思ってたらしいんですよ。もう決めてたらしいんですね。はい。で、まあ、そろそろ出発だみたいな感じで、もうすでにですね、窓際の席に座ってですね、ぼーっとしてたらしいんですよ。そしたらですね、急に窓をコン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 って叩かれたらしいんですね、外から。なんだって思ったら外を見たらですね、そこにその関西のおばちゃんみたいな人がコン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 って叩いてるらしいですよ。はい。で、それで、なんすかみたいな感じで、東野さんがこうやってね、その人の方を向いたらですね、向こうに、さんまさんおる、挨拶行きっていう風に言ってきたらしいんですよ。はい。で、それで、東野さんがめちゃくちゃカチンと来て、なんやこいつって思って、ね、ひたすら無視して、まあ、そこからどうこうなっていくって話があるんですけども、うん。なんかそれと一緒ですよね。はい。いや、東野さんもさ、その、いい大人なんだからさ、で、それにさんまさんのことはちゃんと尊敬してるわけなんだから、それはさ、知ってる以上さ、絶対挨拶行くじゃないですか。別にさ、行きますよ、東野さんだってね。はい。にもかかわらず、コン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 、ほら、さんまさん、前に座っとったから、ほら、挨拶行きっていうね。うん。で、これも結局、善意でやってるんですよね。善意でやってる。はい。ね。だからこの、まあ、僕もね、実際にね、X のコメント見に行ったんですけども、やっぱりね、否定的と言いますか、アンチ的な意味だとかじゃなくて、本当に松本さんのことを思ってる、松本さんのことを応援してる、まっちゃん早く帰ってきてほしいんや、みたいなですね、そういうスタンスの人がですね、こういうことをバーって書いてるところを見て、はい、なんか、変な人たちに支えられてるな、っていうふうに、はい、僕としては思っちゃいましたね。もう一回言いますよ。もう一回言いますけど、松本さんって、これ言われて感謝しますかねって話なんですよ。ありがとう、ファンのみんな、そう言ってくれて嬉しいで、っていうふうに、松本さんなるかなっていうね。うん。っていう風になんか僕としては思っちゃいますけどね。まあでもこの人たちもきっとね、この人たちに松本さんのことを思ってね。はい。松本さんのことを思ってやってると思うんですけども、うん。ね。まあこれ以上ない大きなお世話ですよね。これ以上ない大きなお世話っていう感じが僕としてはですね。はい。なんか妙な連中にね、松本さんも付きまとわれてるなっていう風に、シンプルに僕としては思ってしまったという話です。はい。というわけですね、今回はこれで終わります。この話ですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録ですね、コメントありましたらぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。